月の交点と王道、白道。図の上の交点が高交点、下が小交点。日食。月の交点で起こる。月の交点は月軌道の王道面に対する交点である。つまり、天球上で王道と白道とが交わる点である。なお、人工衛星の場合、交点は 地球の赤道面を基準面とするが、月の場合は王道面を基準面とする。ガ以外の天然衛星では王道面、または普遍面を基準面とする。一般の光点同様、月の光点は昇光点、高光点の二つあり、天球上で互いに反対の位置にある。月は昇光点では王道を南から北に通過し、高光点では北から南に通過する。 月の光点は、採差により、王道上を移動しており、一周するのに要する周期は6793.5日、または18.5996年である。なお、この周期は、サロス周期に近いが、偶然の一致であり、サロスによる、食の周期とは関連しない。日食と月食は、月の光点付近でのみ起こる。日食は、月と太陽が、 同じ交点にいる時に起こり、月食は反対の交点にいる時に起こる。英語では交点を濃度、昇降点をアセンディング濃度、またはノースノード、高光点をディセンディング濃度、またはサウスノードという。これらは交点、昇降点、高光点一般のことだが、特に月の交点を意味することもある。古代末期から近世には月の昇降点をドラゴンヘッド、 月の高校典をドラゴンテールと呼んだ。現在でも先生術ではこう呼ぶことがある。インドでは月の昇降典をラーフ、月の高校典をケートと呼んだ。これらは漢字圏に移入されラゴー、ケートとなった。月の昇降典の天文、先生記号は月の高校典の記号はである。先生術では月の高典は天体ではないが、 天体同様天球上を移動し天体に順ずる先生点として扱われる。日食や月食と関係が深いために神秘視され、西洋先生術ではしばしばホロスコープ上に突起される。特に、天章を説く宗教に関連する流派で重視され、豪に結びついた意味付けをされることが多い。また、本人と社会の接点とする流派もある。 ゾロアスター教やアラビア戦生術では巨大なドラゴン、アラビア語、ジャウザフルであるとされた。ありがとうございます。